どうしてこんなことになったの。流れの兄ちゃん。男って一生のうちに何人の女の子の涙を止めてやれるんだろうな。大月、お前、森綱さんの中に入って費用をぶっ倒してくれよ。わけそりゃまあ奴が出会ったからだろう。頼んじゃないしょ問題までと掛け合わせってのはあるのだ。もう会うことをやめりゃそれでことは済むわけだけれど、嫌になるような気がつきゃ二人ぼっちなんなのカルマかい。混ぜるなそもそも出会うな。取説にさどんだけ書いてても。そんなことしたらどうなるか分かってんのか。ああ、分かってるよ。体内に入るという膨大な力を使い切った後で、お主は槍に全てを奪われ、本物の獣と化すであろう。よく考えよ。お前は人に戻れなくなるやもしれんのだぞ。でもよ、そんなこと言ってもよ。あの姉ちゃんいつも泣いてんじゃねえか。兄ちゃんのため、兄ちゃんのためってよ。あの涙見てるとここんとこがギュって苦しいんだよ。甘いごたくは聞いちゃいらんねえ。行かせねえぞ大月。お前には待ってる奴もいるんだろうが。やめた。お前なんざ勝手に妖怪にでも何にでもなっちまえ。俺がもしダメになったらこの槍。やだね。俺はお風呂は使わねえポリシーよ。ああそんなことほっとけばいいのによ。雲外教の恩人。まったくおせっかいなやつだ。まあ王さんもこうなると諦めてたようだがな。じゃあ道案内を送るぞ。おめえか。人間のくせに人間につきたいってバカは。俺はイズナで。あ、俺の名前は。うるせえ。人間の名前なんて誰が聞きてえか。俺にとって人間の違いなんちゅうもんはな、中に入って居心地がいいか悪いかだけだよ。人の中に入り込むことにかけちゃ75匹の眷属を持つ俺たちがエキスパートよ。じゃあグズグズしてんじゃねえ。あ、ちょっと待っ。なあ、誰だ、何しやがるんだ。イズナかよ。オサのやつも後ろに相当入れ込んでんな。長飛び丸なんだやるか。話に聞いてたことじゃねえや。おめえさんに喧嘩売る気はねえよ。行くのかよ。あ、おめえ人間には戻れねえかもしれねえんだぞ。もう決めたんだ。
悪いな、トラン。食われてやれなくてよ。トラ、何する気だよ。うるせえ。ここまで来ておめえを食えんなんて気が収まんねえ。だからぴったりついてって、バケモンに変わり始めたら美味しく食ってやら。くそったれ。じゃあどこまでもついてこいや、トラ。姉ちゃん、これからこの兄ちゃんの体すごく跳ねるんだってよ。抱きかかえてしっかり押さえててくれよ。頼むな。必ず兄貴にありがとうを言わせてやる。な、何、何なの。奴は兄貴の体の中に入ったのさ。それが奴の最後の戦いになるかもしれんのによ。ほら人間、目開けな。何やってんだ。これが人間の中かよ。これからこの内臓の隙間を通り抜けて脳に行くんだ。遅れんな。俺、お客が来るぞ。よし、たとえ化け物になったって最後まで戦ってやる。よし、肩を抜けて肺に入る。心臓が見えるぞ。そこから上だ。まずい。血管が。あいつか。お兄ちゃん。抑えるんだ。お月は兄さんをどうするつもりよ。森綱さん、しっかりして。大丈夫だ。こいつは助かる。アキバ、あんたなんでそんなこと言い切れるのよ。ジュン、森綱のことしか頭にないようだが、その気もねえのに突然手に入っちまった槍に見入られて化け物と戦う羽目になっちまった。普通の中学生の気持ちって考えたことあるか。そんな槍なんぞほっときゃいいんだよ。500年ぶりに蘇った妖怪も知ったこっちゃねえ。白面の者がどうした。好きにさせりゃいいんだよ。妖怪に襲われて人が死のうが自分が痛いわけじゃねえ。みんな忘れて楽しく暮らせば、槍を守る連中に泥棒呼ばわりされることもねえ。だけどあいつはそうしねえ。ダチを、ガキを、女を守るために戦う。体がイカれてもイカれても何度でも立ち上がってよ。青月が槍に魂をくれてでも森綱を助けようとしてんだ。助けられねえわけがねえ。魂を。あいつは言ったよ。男って一生のうちに何人の女の子の涙を止めてやれるんだろうな。あいつはそういう男だよ。こんなのイカズチで。やべ、血管が破裂するぞ。待て。お兄ちゃん、これ以上の電撃はダメだ。よし、行け。絶対行け。モルツナさんの中から。絶対行け。その手は今か。わしは確かに言った。獣になる前にお前を食らってやるとな。それが今か。よう、どうしたい。食わねえのかい。何やってる。
ぜ。上に行くんだろ。ち、なんだよ、せっかく食えると思ったのによ。まだじゃしゃあねえな。やい、何がおかしいんだよ。今お前ホッとしたろ。なによ、そんなことねえぞこら。今俺たちが走ってるのが脊髄だ。このままノーマで突っ走る。ほら敵さん、うじゃうじゃいるぞ。獣の槍よ、もう腹決めたぜ。俺の体が変わったっていい。力を貸せ。お兄ちゃん、モリザ。お前らはそこで待っていろ。我らが体内で青月牛を首に殺すのをな。離せ。いや、あつ、私に言ったもの、お兄ちゃんを抑えててくれって。私、お兄ちゃんのこと全部あいつのせいにしてた。それなのに、死ぬかもしれないのに、青月くん、ごめん。なんだこれ。何者かが体内に力を送り込んでいる。姉ちゃん、もう泣くな。俺が全部追い出してやるからさ。しよう。なんでだ、なんでお前はそんなに戦うんだ。命が惜しくねえのか、怖くねえのかよ。今まで獣の槍のおかげで戦ってきた俺のよ、生産日が来たらしいのよ。俺は、俺が本当はどうなのか試してみてんだ。どうって。ここで命惜しさで降りちゃ、マジで獣みてえじゃねえか。よーし、ノーはあそこだな。よく来たな。私は千葉官、この体を支配する費用の大将。そうかい、ほとんどの費用が逃げちまって残念だな。こいつ強い。なぜにその獣の槍を振るって白面の御方に適す。俺はただ母ちゃんの秘密ってやつが知りてえだけだ。お前らが勝手に襲ってくるだけだろうが、白面の者に直接恨みなんかねえや。教えてくれよ、白面の者ってのは何をしようってんだ。獣の槍と戦ってるらしいが、槍を壊してどうするつもりなんだよ。死にゆく者へのせめてもの手向けとしてお姿を見せてやろう。滅ぼせ、滅ぼせ、人、生き物、化け物、あれは世の悪、世の陰の気の塊なり。力が まるで勝てる気が。死ね。我が主の偉大さが分かったか。いつだ、いつだ。お前にずっと会ってみたかったのよ。おさやみんなが言うみてえに、お前がすげえやつかどうか見たくてよ。見てみな、
俺たちはこの人間の目の近くにいる。あの女のために来たんだろう。お前が頑張ればあの女は泣かずに済むんだろう。だったらあんなのにビビってんじゃねえよ。順番ってのがあるだろう。ボスは後よ。邪魔が入ったが今こそいない。白面の者に恨みはねえって言ったけど、あれは間違いだわ。目的のために他の人間を巻き込み操り殺し合いをさせる、そんな奴を許せるわけねえだろう。貴様抜かったぜ長富丸。外の人間に協力させろ。え？千葉鎌は強え。だが倒す方法はある。外の女、牛とこの男を助けたかったら言う通りにしろ。トラの声。どうすれば。お前はどうやら化け物を撃つ力を出せるらしい。気力を絞ってこの男の目から入れろ。気力。そうだ、やれるのはお前しかいない。そんな無理よ。ゼン落ち着け、大丈夫だ。おびき出すぞ。外から一番念が届きやすいところに誘い出す。よし待て。うわあ、助けてくれ。わざとらしいな。せい、目の中に逃げ込んだとて無駄なことを。ん？来たら。あの女の力で殺すつもりか。もうすぐ朝日だ。逃がさねえ。聞くな貴様。嫌うなよ、一緒に行こうぜ。一緒に行って。人間のガキ、お前やっぱ思ってた通り変なやつだったよ。だけどな、すっごくかっこいいぜ。エズナ。もうすぐ女の力が来る。あいつはもうダメだ。行くぞ。離せ。俺はもう嫌なんだよ。俺と関わって死ぬやつを見るのは。ウシオ、獣の槍、残りの魂くれてやる。イズナ、バカ来るんじゃねえ。獣の槍。でも目の外まで逃げ切れねえ。バカ、俺を助けるから。ほんとわしも付き合いいいよね。ジュンの声が届いていたよ。あの声が聞こえたから私はここにこうしている。ありがとうジュン。青月くんが、牛くんがトラのお兄ちゃんの中にいてくれたから、みんな牛くんのおかげなの。彼らはどこだ。まだ戻ってない。そんな、私は獣の槍を手にした青月牛尾に嫉妬していたに違いない。そこを費用につけ込まれてしまったんだ。青月くんはこんな私のために命までかけてくれたのに。うん、
疲れた。人間の体内なんて行くもんじゃねえな。ウシオ！ただいま、流れ兄ちゃん。よくも無事だよ、こいつ。今はダンマ。おお、そうか。そりゃすまんな。大丈夫、ごめん。お兄ちゃん、私が8つの時、お兄ちゃんに助けてもらったことを覚えてる？ああ。あの時、叫ぶつもりじゃなかった。ずっと言いたかったの。ありがとうって。お前のその声は、ずっと昔から聞こえてたさ。ウシオ、お前言ったよな。男って一生のうちに何人の女の子の涙を止められるんだろうって。うん、おめえならきっと望んだ数だけな。獣の槍の伝承候補者だが、俺は降りるわ。俺がその槍を操るより、お前らを見てた方が気持ちいいからな。まさかこれは。心で戦うんじゃねえ、どんな時も